はい、じゃあお待たせしました。ここで本日の基調講演行ってみたいと思います。はい、データアナリティクスの国内外最新状況とアクセンチュアにおける取り組みということで、工藤拓也様、こちらはですね、アクセンチュアのデータサイエンスセンターオブエクセレンスグローバル統括兼アライズアナリティクスチーフサイエンスオフィサーということで、活躍されていらっしゃいます。じゃあではですね、工藤様にご登壇をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、じゃああちらで、はい、中身が見えちゃってます。大丈夫です。はい、はいすいません、ちょっとお待ちください。ちょっと止まっちゃってます、すいません、はい、スライドゥの説明をしましょうか、その間、はい、ちょっとこちらのセッションはですね、スライドゥ、先ほど、ご説明を差し上げた、会場でリアルタイムで手元のスマホから質問が投げられるというスライドゥをですね、使いたいと思います。ハッシュタグで CFJS、 こちらを押していただくと今回の今の基調講演に対する質問などを投げかけることができます。はい、持ったかな、かな、来ました、はい、来ましたね。はい、じゃこちらで、はい、すいません、お待たせしました、こちら使います。はい、はい、大丈夫です。皆さんおはようございます。紹介いただきました工藤と言います。今日はシビックテックということで、ちょっと私のなりわいはデータを使ったビジネスなので、関係するところもあるのかなと思って、お役に立てればいいかなというふうに考えています。よろしくお願いします。で、今日はですね、事例も持ってきたんですけど、あんまり事例話しても面白くないのかなと思いまして、後ほどちょっと城沢さんのあたりに紹介させていただきますけど、今、ビジネスと、行政で起こっているカルチャーシフトみたいなところからまずお話しさせていただければいいかなと思います。で、ちょっと私事なんですけど、私は今シアトルいまして、シアトルってあんまり馴染みがないかもしれないんですけども、GAFA の、そのリサーチディベロップメントと、あとそのクラウドのセンターが全てシアトルに今集結しています。AWS ですとか Microsoft Azure ですとか、Google の GCP も僕の家から5分ぐらいのところにありますし、あと Facebook ですとかアリババも全部、オラクルクラウドも全部シアトルに実は来ていて、人工知能のこう、なんていうんですかね、データビジネスの集積が起こり始めている活気のある街になっています。で、ちょっとシビックテックですとかデータサイエンスといった領域の、カルチャーシフトが必要 なのであるっていう話がよく聞かれるんですけど、まず僕が好きな教授の言葉をまず1個入れるとですね、経験、ここにちょっと英語で書いてあるんですけど、経験っていうのは自分が欲していたものが手に入らなかった時に得られるものであるっていう、割と意味のある講義をですね、ランディ・パウシュって VR の権威だった教授なんですけど、がんで亡くなっちゃったんですけど、その亡くなる3ヶ月前ぐらいにこの言葉を残してくれて、それ以来僕この教授の言葉が大好きでずっと使ってます。なんでかっていうと、これ今 そのデータビジネスに非常に関わりがある、フェールファーストっていうかですね、エクスペリメントして成功に導くっていうところにすごくつながる、なかなか日本 その、官民の中で実現しきれていないカルチャーなので、これがカルチャーシフトとして
特に日本に限らずですね、欧米でも必要なのかなと思ってます。ちなみに私の全然紹介し遅れましたけど、私の責任範囲はですね、世界の22地域50カ国以上のデータサイエンスチームを統括している立場にありますので、それなりに世界中のデータをいじってるメンバーの動向というものは抑えているのかなというふうに思ってます。で、これはですね、サチアですね、マイクロソフトの CEO、成功というのに休む場所はないというのと、ここに書いてあるんですけど、知っていることが重要なんではなくて学ぶ姿勢が全てであるというようなことを言ってですね、それまでマイクロソフトってかなり停滞してたんですけど、株価ですね、マーケットキャップ含めて彼が CEO になった後にプロダクトドリブンの会社から、サービスドリブンの会社に転換して一気にデータをオープン化してマーケットキャップと、成長軌道に乗せたっていうところで有名だと思うんですけども、この言葉も非常に、シビックテックの中では重要な示唆を持つ言葉なのかなというふうに考えています。で最後ですけど、ジェフ・ベソスですね、アマゾンの CEO で、これは、そうですね、失敗をのファンになることっていう意味なんですけど、つまりその何度も実行して、失敗を重ねた人がやっぱり成功体験を持っているっていうことなんだと思います。でここから先はちょっと一旦白澤さんにお返ししてですね、カルチャーシフトではなくて今シビックテックで起こっている流れを話していただいた後に、私の方で、ご説明できる、事例を、官民連携の事例とかですね、昔になりますけどニューヨークでオープンデータを使ってたお話とかも含めてできたらいいかなというふうに思っています。で一旦ここで、白澤さんどちらにおっしゃいましたっけ、お返ししたいと思います。白澤さんじゃが いなくなっちゃいましたあ、いらっしゃいましたすいません、ちょっとバタバタしておりました。はい、今回ですね、千葉で開催するということで、ぜひ記念に、皆さんの記念になるようになるような講演をですねしていただきたいということで、無理を承知で工藤さんにないとは思うんですけども千葉に来ていただくことはできませんでしょうかということでご連絡をしましたら、今シアトルからイギリスに行くところですという話がで、最近日本には戻ってないんですけれども9月は戻りますというお話をいただきまして、本当にご好意に甘えさせていただきました。ありがとうございました。でですね、我々の、千葉でシビックテック全千葉は、シビックテック活動をさせていただいて、まだそのアライアンスとしては、すごく若い、団体です。で、ですね、千葉で、開催をいろいろしていくにあたって、千葉県がちょうどですねこの9月に、官民のICT 化のですね流れを組みまして、名前がちょっと難しくてあれなんですけど、そうですね、県民の暮らしを豊かにする千葉県 ICT 戦略利活用戦略みたいな形で、一応指針を出しました。でそこで、官民の連携を、ICT の利活用においては、深めていきたいというお話がありました。でシビックテック全千葉は、シビックテックとして活動しているんですけれども、官民連携いろいろやっていければいいなというふうに思っています。ただまだ千葉は、まだまだ始まったばっかですので、他のですね何か事例ということで、先進的な事例もしくは、工藤さんたちが行っている事例という形で教えていただくことができればなと思っております。はい、いかがでしょうかという形でご質問をさせていただきたいと思います。じゃあ早速あれですかね、もしよければ事例 のビデオを流しちゃっても大丈夫ですかね。はい、よろしくお願いします。すいません。で、この事例はですね、実は日本の事例なんですけども、In data science。喋るのをやめます。Save。いいですよ。はい。音出していいです。はい。Can data science。あ、
save human lives. We took on the great challenge of life itself. By leveraging analytics, we tackled the issue faced by hospitals and emergency services in Saga Prefecture to shorten the emergency transport time from emergency calls to arrival at the hospital. We analyzed 150,000 cases of transport data collected from iPads installed inside all emergency vehicles in the prefecture. By analyzing unused data retrieved from Saga Prefecture's 99 Saga Net that accurately finds the nearest hospital to take in emergency patients, we discovered that it would be possible to reduce around 40% of the hospitals having difficulty accepting patients based upon our robust machine learning algorithm. Our unique AI technology and scientific machine learning approach helped improve coordination among government, hospitals, and emergency services and optimize the dispatch process.あのデータだと思います、まあ、今回きちっとこうデータを行政の方に出してくれるっていう流れができたので良くするこうサイクルがこう本当に回り出したかなっていう。In this project, we successfully collaborated with experts who have diverse skills through cloud servers across the globe. Accenture's innovative practice provided a pioneering path on which Japan and other countries in the world can follow in the future.Our approach to using analytics to solve social problems was highly valued with an award by the government. Our scientific approach of leveraging analytics, a liquid workforce in practice, and direct communication with healthcare professionals on site led us to save many lives. Yes, this is what we do every day. We are very proud of what we do and what we deliver to save lives with data science.ですね、この事例のいいところはですね、まあ、いろいろなデータがあるんですけど、緊急医療って問題点はですね、行政のデータ、行政管轄区のデータであるその緊急車両ですね、ヘリコプターとか、救急車っていうのは行政機関の持ち物なんですけど、これちょっとアメリカと違って行政機関の持ち物なんですけど、一方で病院はですね、必ずしも行政機関じゃないですよね。でそうなると何が起こってしまうかというと、緊急医療に重要な情報というのはですね、実は複数のデータをつなげないとディスパッチができなくてですね、以降はその例えば心臓疾患であれば EKG ってデバイスを持っている中核病院にその心臓疾患専門のお医者様がいて初めて搬送ができる、あと病床が、ベッド数がちゃんと空きがあるというところが、その単純に聞こえるんですけど、その3つのデータがこう結合して全部把握できてないと搬送できないんですね。で全部、病院のデータ と、行政機関のデータと全部バラバラなもんですから、それをつなげられていないとそのディスパッチっていうのはどういうふうに行われるかっていうと、救急救命士さんがその経験と勘でディスパッチするしかないというのが今日本の現状だったりします。アメリカとか欧米ではですね、緊急医療、緊急車両に対してリジェクトすることができない法律があってですね、日本ってやっぱりちょっと特殊で、たらい回しでひどい場合だと36回たらい回されて亡くなられた方がいるのは皆さんもご存知だと思うんですけども、要はリジェクトすることができるという大きな問題を抱えています。でここにチャレンジしたのが佐賀県でして、佐賀県はこの、まあ、位置情報というものを、まあ、使うデータを使っているところもあるんですけど、非常に重要なところはその病院で一見関係ない、病院のベッドのデータですね、あとは、専門デバイスで EKG とかのデバイスデータっていうのは通常病院側から見ると、まあ、どうでもいいデータって言ったらあれですけど、それが命に関わるかどうかということはあまり分からないですね。なので通常のオペレーションどうなってるかというとですね、緊急医療 の、 その、 病院のベッド数のデータとかっていうのはほとんどオンラインで管理されてない、リアルタイム管理されてないですし、出勤医の情報も、リアルタイムで管理されてないですし、いろいろな情報が、まあ、バッチ処理で入れられてるんですね。例えばベッド数でいくと、看護婦さんとか、病院のアドミニストレーターの方が最後、業務が終わった後にまとめてバッチで入れるとか、 でも佐賀で行ったのは
それをやられてしまうとディスパッチが正確にできないので、皆さんリアルタイムでなるべくあのベッド数が減ったら入れてくださいであるとか、そういうことを地道にあの、まあ、炎上寺さんという名物あの制作官の方とですね一緒にやってですね、でデータのブツブツになってたサプライチェーンを1個につなげて、それで初めてデータさん機械学習でこうあのうまく人の命を救えるようになったという意味ですごく意義があってですね、これ実はフォーチュン、400の、チェンジザワールドっていう、アワードを受賞した弊社の中でもですね十何万件あるわけですけども、もちろんそのプロジェクトの中には Facebook ですとか Google の案件ももちろん Uber とかの案件もある中で、この案件がダントツ世界中で1位で、弊社内の CEO 賞を取って、その後フォーチュンマガジンにも掲載されたという、割とあのあまりお金にはならないんですけど非常にあのやる社会性の高い取り組みだったかなというふうに思っています。ちょっと一旦じゃあここで止めましょうかね。何か質問というか白澤さんのでいきなり振って申し訳ないですけど、あ、いい、すいません、ありがとうございます。あの及ばずながら理想を目指して千葉も頑張っていきたいなと思っておりますっていうのが私が言っていいのかちょっとわからないんですが、すみません、立ち位置的になれないんですけど、はい、ですね、もう一つですね、皆さんにぜひぜひ持って帰りたいていただきたいなというものがありまして、実際、我々シビックテックで活動している、分野といいますか、シビックテックで活動している、メンバーの中には、大きく分けて、ですね、アプリケーションを作ったりだとかですね、その ICT の力の中でもいわゆるプログラミングという力で、まあ、社会課題を解決しようというような、流れというか、そういったものを活動を主にやっているメンバーもいます。であとはですね、最近の潮流としては、まあ、データ、オープンデータを含めてですね、データを利活用して社会課題を解決したいといったような、取り組みを行っているものも多くいるんですね。なので、例えば MINCANでも大丈夫ですし、あとは連携で、何かこうデータを使って実際こういうような利活用方法があるよというような事例があればですね、ぜひ教えていただければと思うんですけれども、はいはい、そうですね、はい、じゃあちょっとしらじらしいですけどスライドを切り替えていただいてまさにその事例をお持ちしてますんで、スライドを切り替えていただいていいですかね。すいません、入ってますね。あ、次、はい、これでいいです、ありがとうございます。ですね、そうそう、オープンデータをつなげた事例でいくと、これ皆さんも実はプレスリリースでご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、ですね、トヨタ自動車さんと、あと KDDI、とは日本交通さんとうちの会社でやった事例なんですけど、これちょ動画も流した方がいいですかね。これ流れるかな、オートモードですかね。流れないですね、ちょっと待ってですね、クリックしないといけないのか、こうか、はい、流れないようなので大丈夫です。これはですね、使っているデータは単純にまず KDDI 側からは、モバイルアプリケーションの位置情報で、いわゆるタクシーライダーの、デマンドサイドの情報をフォーキャスティングしています。これ250メートルメッシュですね、割と細かい30分メッシュで、取られたものをもとに DB スキャンとかの技術を使って、人がどういうふうに流れているのかっていうのをまずフォーキャスティングモデルとして作っています。でトヨタの方では何をやっているかというと、プリウスに実装されているトランザクトログという、まあ、テレマティクスデータがあるんですけど、それを寄せてですね、今度はそのサプライサイドタクシーの供給データを、集めて、それをリアルタイムほぼ30分値で、フォーキャスティングモデルを作っています。でさらにそこにですね、タクシーメーターの情報を入れることによって、だいたいどこで乗って降りているのかという傾向値をつかむためのフォーキャスティングモデルをオーバーレイして、さらにそこに、実はこれだけでは補足しきれない情報っていうのがオープンデータが非常に重要でして、イベントデータとかですね、天候データとかですね、そういったものって実は
タクシーの需給に大きな影響を与えることが分かってますので、そういったデータを全部オーバーレイしてですね、ホットスポットをこれ作ってるんですね。でそれによって、タクシーの運転手さんであんまり経験のない方ってどういう動き方をするかっていうとですね、どこで拾っていいか分からないもんですから、まず適当に動き始めてすごく迷走してるんですね。 でもこれを使い始めてからかなり売り上げが伸びまして、これ公表されているデータなんで言っても構わないんですけど、 20% 近くテストパイロットで上がって、今はオリンピックに向けて小さく始めたんですけど、スモールスタートして、今はラージスケールにスケールアウトしようとしているという、そういう取り組みですね。なので日本交通さんのタクシーに乗ると、さっきの画面いじってる運転手さんがいるのを ご覧になった方もいるかもしれないですけど、あれはそのあまり経験のない運転手さんがですね、次どこに行ったら確実に捕まるのかという、そういうお話です。これのいいところはですね、ユニバーサリティを追求してまして、このプレスには出てないんですけど、通常 Uber とかはスマートフォンを前提にしてしまっているので、おじいちゃんおばあちゃんとかなかなか乗れないんですよね。なんですけど、これのいいところはタクシー側が能動的にそのホットスポットに行くようにしてますんで、講義に見るとですね、例えばモバイルハンドセットでフィーチャーフォンしか持ってないようなうちの親父みたいなお年寄りにでもですね、便益が、提供できているという意味で非常にユニバーサリティのあるいいサービスかなというふうに思ってます。これが1個の事例。あともう1個はですね、これもオープンデータを使って北海道観光政策局とかですね、確か神戸とかでも使われていると思うんですけども、あと自治体結構使っていただいてるんですけど、公表はできないんですけど、これ何やって、ちょっと文字列ちっちゃくて見えないので説明しますとですね、簡単に言うと左側からまずインスタとかですね、フェイスブックとかテキスト系列のデータが、将来予測値としてきます。なんで順序ちょっと説明の順序間違えました。順序としては学習まずさせますんで、トリップアドバイザーですね、これレーティングがすごく精度が高いと世界中で言われているトリップデータのレーティングデータプラス、そのコメントアウトされているテキスト情報を使ってまずディープラーニングで学習させてます。でそれによって学習されたエンジンが次インスタとかですね、タグ付けされた情報とかフェイスブックとかツイッターでコメントしたときに、その情報をもとに、その例えば私工藤拓也が何かコメントしたときに、それと近しい類似性を持ったコメントをすでにディープラーニングで学習してますから、この人間であればこの観光地に来たときに例えば特定の温泉施設に好んでいくだろうというようなことが推測できるようなエンジンになっています。でそれをやることによって、これ全てオープンデータですから、便益としては右側にちょっとちっちゃくて 見えづらくて申し訳ないんですけども、行政機関とかほとんどデータを確保できていない機関がこのエンジンを使うことによって、なんでうちの自治体に人が来てくれないんだろうというような分析を適切にできるようになります。で1個例としては北海道でやったのは、もうちょっと広義な意味で、カナダと観光試験が似てるのに、なぜ韓国の人しか来てくれないんだろうとかですね、そういうお題があって、それを このエンジンを使って分析してほしいというお題があったんですね。でそこでこれを使って分かったことは、カナダって割と観光地とその観光資源が明確に名詞で紐づいてるってことが分かって、北海道ってそれが全然紐づけられてなくて、ブランドイメージが把握しにくいという外人目線から見てですね、外国の方から見て、それが分かりにくいので、もう少しカナダのような観光政策の打ち方があるんじゃないかという示唆をこのエンジンで例えば得たという実績があります。これはオープンデータを使った例ですね。事例はこれぐらいなんですけども、この辺でちょっと一回止めましょうかね、はい、ありがとうございます。すごい皆さんもまさにホットなというか、オリンピックもありますし、すごくアンテナに引っかかっている方多いのかなと思っておるんですが、私はご依頼をした時に、いやぜひ私自身が
この内容をお伺いしたいということで質問項目投げさせていただいてご準備していただきました。でせっかくなので、ちょっとなんですけれども会場の皆さんからも質問を受けたいという形で工藤さんの方からリクエストいただきましたのでぜひご質問ある方さっと手を挙げていただければなと思うんですけれどもいかがでしょうか。そうですね、この病院ベッド数のセンサーでいけそうだっていうのはまさにおっしゃる通りで、ただ今そのセンサーデバイスのお金がそれほど安くなかったっていうのがあってですね、検討はしたんですけど導入は至ってなくて、でもおっしゃる通りこれが劇的に安くなっていけば確実にそれをやった方がいいかなと思います。例えばすごい分かりやすいところでいくと緊急医療のお医者様ってですね、当たり前ですけど搬入されてきてオペレーションしているときにまさかそこで悠長に iPad を打ってる暇ないわけですね。でそんなことしてたら患者の家族から見るとですね、お前何悠長に iPad で遊んでんだよみたいな思われても仕方がないので、やっぱりお医者様からするとこれちょっと今入れろって言われてもやれないですよっていう実際声がありました。でこれは将来的にはそのスピーチトゥテキストとか の技術がもう少し安くなってですね、あとはセンサーデバイス高精度のマイクが使えるようになって自動的にそれがテキストに落とされて診断結果が吐き出されて自動的にベッド数とか埋まるような施策が打てるようになると、これ実際にもう議論はしたんですけどおっしゃる通り劇的にその人の工数も減りますし精度が上がるのかなというふうに思ってます。はい、ぜひぜひ来ているのでどこの辺がいいですかね。はい、組織これですね、佐賀の仕組みを他の県に広げてきたハードルはそうですね、これはハードルだらけでして、その佐賀県みたいに私が一緒に担当していた炎上寺さんって方はすごく地道にですね、その消防本部とか回ったり病院を回ったり、最初はそれでその例えば消防本部の方にも そんなことやってられるかって言われたりですね、いろいろ苦労されてたみたいなんですけど、それを地道にやることによって信頼を得られてですね、またデータ入れてる方ってそれがまさか人の命に関わるなんて思ってないわけですね。緊急医療のお医者さんは別ですけど、まさかベッド数とかですね、EKG とか出勤医 その出血情報のデータってアドミンストレーターの方が入れてるんですけど、そんなのが人の人命に関わってるなんて想像もできないですよね、遠すぎて。なんですけど非常にそれがないとディスパッチができないというのを地道に、私たち、エンジョイさんが特にですね説明されたことで、私がやってることが人の命を助けることにつながるんだという説得を持ってですね、それで施策につながっていったので、やっぱりこうなんていうんですかね、機械学習だけではなくてここで重要だったのは、ハードルっていうんですかね、ハードルとして容易に考えられるのはやっぱり最後は人なので、それどれだけこう情熱を持って現場に説明できるかというものすごい人海戦術のような気がするんですけどね。それはあと行政区のデータと中核病院って私的な機関ですから、それが分かれている政治をどうまとめてそれをつなげることによって見られたくないデータも出てくるかもしれませんので、そういうところに対する抵抗をどう取り除いていくかというのがすごく高いハードルかなというふうに思っています。ありがとうございます。次の質問ですかね。組織にデータを利活用するようなカルチャーを育てるためにはどのような取り組みが重要だと考えますかと。はい、はい、そうですね、これはだから先ほど最初に出したカルチャーだと思うんですけども、データを使うということは通常のソフトウェアエンジニアリングと違って、確実にそのイタレーションが必要になります。なのでイタレーションが必要になるということは一番究極な例でいくと IOU を吐き出すディープラーニングみたいな例ですね。これはどう考えても、最近出てきたエフィシェントネットとかのアルゴリズムもありますけど、アルゴリズムという以外にイテレーション、やっぱりコンピューティングパワーの部分、何回試行して失敗したかっていうのは非常に重要になります。私のケースでいくと1個腐食解析っていう
もうあの商用化に最近成功してネドーさんからプレスリリースを出した事例が1個ありますけども、これはやっぱり例えば 3万イテレーションとかしてるんですね。そのイテレーション回数を増やせば増やすほど、つまり失敗すればするほど結果として精度は劇的に IOU の精度は上がってきますんで、その中であのそれを許容できる企業カルチャーを作れるかというのが非常に重要になります。なのであの例えば KDDI では私チーフサイエンスオフィサーとして、高橋社長に来週の月曜も会いますけども、どういうカルチャーを根付かせようとしているかというとですね、もう組織横断で、失敗を許容するようなそのデータを使って特に AB テストを検証を進めていくというようなものを許容してもらえるようなカルチャーをトップダウンで根付かせようというので、社長直轄のもとにそのデータドリブン経営っていうのを施行しているっていうのが一個のやり方なのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。すごくためになる。すいません、ちょっと見づらくてこっちに来させていただきます。じゃあ次の質問大丈夫ですかね。はい、質問読み上げた方がいいですね、はい、会場の方が分からない。そうなんですよね。あ、そうですね、はい、海外の方が分からないので、はい、観光分析を面白い止まりではなく、知見を必要としている方が使いこなして実行に移すのにどのような工夫をしていますか。逆に言うと分析のための分析に終わり、虚しいことが多くということで、なんかご意見にもなってますが、はい、はい、そうですね、はい、すいません。だいたいだからあの PFA の丸山先生とソフトウェアエンジニアリングのマシンラーニングソフトウェアエンジニアリング学会っていうのを立ち上げたときにですね、POC 貧乏という言葉を造語を作ったんですけど、今おっしゃられていることはデータ分析やり始めても結局なんか使ってもらえないみたいなことがすごくいろんな企業や行政機関で起こってしまっています。でそれを防ぐためには、このご質問にあるようなその POC 貧乏的なものを防ぐためにはやっぱり最初にユースケースをきちんと定めて、でそれであの費用対効果ですよね。例えばどんなに優れたアキュレシーを持っている、まあ、アキュレシーが問題にならない、例えば分かりやすい例でいくとがんの検知みたいなものですね、どちらかというと再現率と、リコールとプレシジョンが重要になる、そのバランスが重要になるような事例があったとしても、じゃあ一体その費用対効果として見たときにそれがスケールできなければやっぱり誰も使わないと思うんですよね。なので最初にやるべきは、僕はすごく心がけて現場のデータサイエンティストに言ってるんですけど、面白いからといってやるべきじゃないというのは常に注意していっています。どんなに簡単なアルゴリズムでもあの1個入れてですね、それがスケール可能なものであればそれを追求した方がいいというふうに言っています。単純なものでいくとですね、例えばコンビニエンスストアの、発注、日本のコンビニエンスストアってほとんどのコンビニがですね1日に4回発注業務っていうのを店長がやってます。で それはすごく実は無駄なんですね。無駄っていうのは別にそれ自体が無駄なわけではなくて、店長本来振り向けるべき作業っていうのはお客様と接してお客様にサービスを提供することであるにもかかわらず発注業務に追われてるんですね、4回も。でそれはそこを逆に発想の転換で着目するとですね、非常に単純な正規分布を作って安全在庫だとかリアルタイムでもし仮にデータが取れればその発注予測っていうのは実は簡単にできるというのが分かってます。で実際それはあの某コンビニエンスストアで弊社が実施したんですけど、1店舗まず検証したら 90% のプロキュアメントプロセス予測業務が削減できることが分かったんですね。しかも同等の精度で、同等の精度なんですけどアキュレシーは同等ですと、なんですけどそこで間違えちゃいけないんですね。たまにその担当の方が言われるのは、いやこれ人間と同じ精度だったらやっても意味ないじゃんって、いやそれは全く間違ってまして 80% の精度で代替できたとしたら、逆に考えればですね1万2000店舗あるコンビニエンスストア1万2000倍同じアルゴリズムでタダでスケールできるわけですね。それはもうものすごい破壊力なわけです。人間が1万2000人いて
その 90% の業務を費やしているところを1個のアルゴリズムで簡単にボタン1つでスケールアウトできるっていうのはものすごいいい例 でそれをが分かったので、まあ、実際に横展開したっていうのがあるんですけど、視点としてはやっぱりあの失敗しないためにはですね、それが面白いからとかすごく凝ったアルゴリズムだから実装してみたいというのではやっぱり現場は使ってくれませんので、いかにそれがスケーラビリティがあるかというのとリーダビリティというかですね、それが現場であの実際に再現性が高く実行してもらえるかということに尽きると思っています。はい、ちょっと長くなってしまいました。はい、なので多分質問読み上げた方が読みやすいと思います。じゃあ最後ぜひ、はい、最後まだどうぞ、はいはいはい、こちらですね、日本のオープンデータを活用した事例すごいですねと、行政オープンデータ提供者にも勇気づけられる事例だと思います。使用した場合はやんわり使いましたよと行政さんにお知らせしたりしていますかと、義務ではないのですがオープンデータエコシステムを回すためには必要なことかもしれませんということです。これオープンデータって公開しても使われないみたいに思われているので、使った事例が紹介されるとすごく行政としてやりやすいって話ですかね。そうですね、これは、やんわり使いましたよか、はい、そうですね、それはプレスリリースみたいな感じですかね、はい、そうですね、あのそれはさすがに言わないといけないと思う。例えば、ニューヨークであればあの、オープンデータ、まあ、なんていうんですかね、オープンデータを使いましたって立場じゃなかった、私ニューヨークの行政官として一時期働いてたことが、アクセンチャーじゃなくてですね、完全にアクセンチャー辞めて働いてたことがあってですね、その時はあのちょっと僕規則を覚えてないんですけど、フリーダムオブインフォメーションアクトっていうのがあったので、うん、出したデータは全てロジックも含めて開示可能な形にしてましたんで、僕がやったのはその、ニューヨークって、50何地区に分かれた学校区があってですね、でそれが1600人の校長先生が5ボロー、5群にわたっているわけです。マンハッタン島、クイーンズ、ブルックリン、スタッテンアイランド、あとちょっとブロンクスか、でそこの1600人を客観的に評価するっていう営みをプリンシパルパフォーマンスレビューっていうのをやったんですけど、そこは結果で見るとですね、意図としてはこのデータをオープン化することによって地域の方がそのデータを使ってより良い学区にあの透明性を持って、地域の活動として参加して、もし学校の質が悪いのであれば地域を挙げてそれを、まあ、PA とか PTA 活動を通じて改善したりであるとか、もしくは行政指導を入れてもらって、ブルームバーグ市長から行政指導を入れてもらってそれを改善するっていうことのためにオープン化したんですね。なので私が作った校長先生1600人分のその評価っていうのは、いろいろな指標でアグリゲートしてあの全てレーティングされて公開されてるんですけども、それと同時に使うのは自由ですと、かつ使っていただくためにロジックも含めて公開しますっていうのを鉄則してました。なのでデータもそうですし、そのロジックもその組んだコードもですね、一回問われたことがあってですね、お前のロジック間違ってるからコードを見せろやみたいな連絡がニューヨークに来てですね、コードも全部渡したことがあります。あの綺麗に私コメントアウトとかマークダウンしてないので、こんな私のコードで読み解けるのかなと思いながらも一応出したことあるんですけども、あのそれぐらい透明性を持って やってたので本来的にはそうすべきなんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっとこっちをあの移動してしまいましたが、ちょうどシビックテックを、の活動をしているメンバーが多いので、ぜひこの質問あのさせていただければなと思うんですけど、オープンデータやデータサイエンスで解決できる課題のうち、アクセンチュアのような大企業では扱いづらく、逆にシビックテックのような民間だからこそ扱える課題が何かあれば教えていただけないでしょうかと。ちょっと難しい感じですが、あのぜひ何かあれば。そうですね、難しいですね。うちができないところですかね。逆に言うとだから、弊社はそのスケールばっかりを狙ってるもんですから、逆に言うとですね、多分おそらくあるのが、弊社そのさっきのご指摘の質問にもあったように、その成功できないとやらせてもらえない倫理っていうものが非常に厳しくてですね、 ROI が達成できなさそうな場合は倫理が通らないんですね。厳格なステージ0からステージ 3B まで
細かい稟議を通していかないとプロジェクト自体やらせてもらえません。失敗するリスクがあるとですね、それは損失になりますからやらせてもらえません。なので 逆に言うとですね、とはいえ僕が見てきた中であった事例としては、これは社会的に意義があるのに、そのお金にならないからやらないっていうことじゃないと思うんですよっていうのが結構多くあったんですね。もしそういうものがあれば、例えばその佐賀県とか多分それに近いのかなと思ってまして、佐賀県って別にあの 自治体ですから、そのお金儲けのためにアクセンチャー入ったわけじゃないんですね。だから逆の言い方するとですね、あの僕の裁量でその当時の古川知事と現在の山口知事と、まあ、円城寺さんの思いもあってやらせてもらったっていうのがあって、通常の稟議では通せなかった案件なんですね。逆に言うとシビックテックの皆さんが担うミッションっていうのは、そういうその利益を追求している我々みたいなところではカバーしきれないところを、あのやっぱり地場の力で引っ張っていける可能性があると思ってますんで、そういうところをぜひ、例えば佐賀みたいな事例ですね、あれは2回やってくれと言われても多分もう僕も日本にいないですしできないと思うんですね。当時は結構私の方でお金を実はごまかして、アクセンチャーのお金をですね結構ぶち込んでですね、でやったんですね。なのでそういう力技がなかなかやっぱり弊社だとごまかしながらやらないと上の人にバレるとですね、そんなことやっちゃいかんと言われてしまうので、それをやっぱり期待したいというかですね、そこを狙えないので、ただ人の命を救うということは非常に重要なので、そういうところを例えばやっていただけるとすごく意義があるというふうに思います。はい、ありがとうございます。だいぶ時間になってしまったんですけれども、最後に、はい、工藤さん今回、ご講演をご依頼するにあたって、ご講演の、ま、資金ですね、ご謝礼金を出させていただこうかと思ってたんですけども、その資金は千葉県内の、子どもたちの教育に役立ててくださいということでご辞退をいただきまして、非常に教育にも関心を持っていただけるというかご貢献していただいております。で、実際ですね、アクセンチュアさんの活動を含み工藤さんご自身の活動でも、プログラミング教育とかボランティアなどをされていらっしゃるんですね。で今回はすごく、エドテック、2日目はエドテックの、セッションがたくさんある、日になってます。なのでぜひぜひ、ちょっと一言、何か未来の 教育子どもに向けて何か、はい、一言をいただいて、最後、はい、締めていただければと思います。すいません、本当に無茶ぶりですみません。子ども的な、はい、子ども、そうですね、はい、子どもに向けてはやっぱりその重要性みたいなのが、ね、はい、いろんなパスがあっていいと思うんです。だから僕の子供にもよく言うんですけど、なんか学校で教えられることっていうのは1個のやり方しか教えてくれない。それアメリカでも結構そういうところあってですね、なんか2つやり方を 今だと10歳の娘が代数幾何の手前に来ていて、でこれバープログラムっていうので解いてくれって先生に言われて、バープログラムってなんだってみんなググって分かんないですね。代数幾何で解けば5秒で解けるものがそのビジュアル化してバーで解くっていうのを言われたんですね。で私の娘の学校ってアマゾンのエンジニアとかマイクロソフトのエンジニアの息子娘がいっぱいいてですね、で彼らとも話したんですけど PTA でできたあれって、したらみんないやこんなの聞いたことないって、みんな MIT とかみんな出てるんですよ。でみんな聞いたことねえこんなのつって、みんなアマゾンのエンジニアとかで PhD 集団で話し合ったんだけど誰も解けなくて、でそこで先生がですね、僕 PTA にここに来る前に学校会出てきて、それこう得意まめに話してたんですね。でこのバープログラムっていうのは違うやり方だっていう言い方をされたんですけど、僕はちょっと違うと思ってて、それも別に一個のあり方でしかない。でエンジニアの皆さんだったら分かっていると思いますけど、例えば、代数幾何的な問題を1個 その例えば6の倍数を解くっていうような話だったんですね。なんか いくらか持ってて、2人がチケットを買った時においくら残りました、さあでその残った額は B さんはの額の6倍をその A さん持ってましたみたいな、そういう問題だったんですけど、それって別にバープログラムでも解けるでしょうし、先生の言ってる
台数機械でも解けるんですけど、エンジニアの皆さんだったら多分そのバイナリーサーチとかでも解けると思うんです、プログラムを書けば。で僕が娘に言ったのは、あの先生の教え方はいいんだけど、でもそれが唯一の教えられ方みたいな言われ方をしてたので、そうじゃなくて世の中にはいろいろなパスがあって、それは人生も一緒だよと。だから子供にはその一個のやり方を学校で教えられたからそれしかないって思うのは、いやあのそうじゃないんだよっていうのを、あのその千葉の子供たちにもですね分かってもらいたくて、先生が言われたことを、まあ親御さんが言われたことはそれはそれで正しいですけど、それ以外にもいっぱい道はあるので、で自分のありのままでいいと思うんですよ。なんかこうなるべきであるって言われた方向にどうしても日本の教育っていうのは行きがちなんですけど、そうではなくて自分がありのままに認めてもらえる社会っていうのも行政なりあの学校教育者も作っていかないと思ってるんですけど、なかなかそれができないんですけど、少なくともあのここにいる皆さんはそういう視点でシビックテックやられてると思いますんで、子どもに対してはですね、なるべくこう一個教えられたこと以外の可能性をあの独創性を持って追求していくことで人生が豊かになるんじゃないかなというふうに思ってる、そういうのを最後にして終わりたいと思います。すいません。すいません。ありがとうございました。工藤さんありがとうございました。はい。ぜひね、あのツッチベンチャーさん、ありがとうございます。すいません。はい。よろしいですか。よろしいですか。はい。ということで、はい、非常になんか生々しくいいお話をなんか伺えたかなと思います。本当に企業でしかできない大きなこともありますけども、はいはい、まあ、そうじゃなくてその市民の皆様の実際の課題に基づいて動くという、はい、シビックテックの関わり、うんうん、これをですね考えるということはできるんじゃないのかなというふうに思いました。はい、そうですね、じゃあ改めて、はい、工藤様に盛大な拍手をよろしくって感謝を、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。はい、はい、どうも。そういうことで、じゃあ白澤さんもじゃあこの後は一緒に行きますかね。はい、はい、ではここからですねパートナーの皆様、先ほどご紹介をさせていただきましたけども、ブースが出ております。昨日は5号館だったんですけど、今日は8号館の方でパートナーの皆様の、展示が見られますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで、ここからそれぞれのパートナーの皆様のライトニングトークに入りたいと思います。はい、では順番に参りますので、今回お越しいただいているパートナーの皆様ご準備の方をよろしくお願いします。じゃあ順々に参りますけども、最初はジオリパブリックの方よろしくお願いいたします。スライドはなしで、はい、ジオリパブリックジャパンの藤井です。おはようございます。ございます。すいません、ジオリパブリックジャパンはですねオープンソースのジオ系の会社です。でブースではですねこれ PG ルーティングって言うんですけど、OSM のデータを使ってですねルーティングやスケジューリングができる2点の地点を例えば選ぶと、そこの間をどういう道路で走ればいいかとか、その間がどれぐらい時間かかるとか、あるいは複数の点でですねそれを結んで、何でしょう、スケジューリングができるとかです、そういったソフトを作っております。でですね、8号発刊の方にブース出してるんですけど、まあプログラマー以外の方はあまり関係なくてなかなか来ていただけないと思うんですけれども、一応ですねシール、これポストグレースのですね象のマークのシール配ってますので、ステッカーを取りにだけでも来てください。あと絶賛ですねフロントエンドエンジニアを募集中です。はい、フラッターとかですねリアクトネイティブのできる方募集してますので、なんとかなと思っただけでも結構ですので、とにかくブースの方に顔を出してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジオリパブリックの、じゃ続きまして、ヒア、こちらも続いて、はい、はい、ヒアの横のジオリパブリックジャパンの藤井です。ご近所なんでですね、一応ですねノベリティを配っております。すごく豪華でですね、ヒアっていうのはですね、西ドイツの、ダイムラーと、BMW とそれからアウディが作った、ネット系の地図会社です。まあでかい会社なんでノベリティがいっぱいあります。今日はですねこの黒と緑のノートとそれからこのコーヒーカップの上にですね保温のために置ける、これなんて名前がなんていうのか分かりませんけども、これとですねあとそれから、ストラップ、3点セットをですね会場の方で配ってますので、うちのブースの横です。はい、
で3点セットなんでですね、あともう30組か40組ぐらいなんですけど、今日は全部はけて、段ボール箱を空にして帰りたいと思いますので、ぜひ名刺とかは入れませんので持って帰ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、自動処理の、方から、はい、お願いします。はい、はじめまして、自動処理の中原と申します。自動処理という会社、結構名前で突っ込まれることが多いんですけれども、やっていることは割とですね、固いお仕事が多くてですね、今ですと、内閣官房さんのですね、政府 CIO ポータルっていうサイトを運用、保守していたりします。またですね、その他にも上場している仮想通貨取引業者さんのですね、インフラ周りの運用等々も引き受けたりしております。他にもですね、例えば政府系のガイドラインを MRI さんと一緒に策定したりというところもやっていたりしてですね、意外となんかよくわからないけれども、いろんな仕事をしている会社だったりします。現在ですね、インフラ周りであったりとかセキュリティ周り、他、データの扱いが得意な方を募集しておりますので、ぜひご興味があればブースに来てくださいと言いたいんですけども、ブースには誰もいないので、私を見つけたら、声をかけていただくか、自動処理のホームページですね、オートメーション JP の方で分かりやすいの、と思いますので、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、続きましてリタリコサンバさんからよろしくお願いします。1分ですね、頑張ります。リタリコの金井と申します。はい、で、何してる会社かみたいなところにおいてでいくと、その社会の中にある障害をなくしていくと、例えば僕自身も小学校の時不登校であったと、いろんな悩みとかいろんなモヤモヤとかいろんな社会の中には違和感とか不条理なことがいっぱいあります。そういった社会の中にある課題を、ビジネスを通して解決していくことをしている会社ですと。で、していることいろいろあります。就労支援とか教育事業とかものづくりの教室を作っていたりとかもありますし、もちろんその IT の力を使っていって、その世の中をより変えていくとか、その社会の課題っていうところをもういろんなその力を融合していきながら、その解決をしていくのがリタリコだと思っていただければと思います。で、一番大切なところにおいてでいくと、会社としてその人は違う、それでいい、そこから始まるというのが当社のサービスのポリシーで、人はそれぞれみんな違っていて、まずその違いがあることから物事を考えていこうというところを大切にしている会社です。ブースにぜひ来ていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃ、続きまして、V レッド一般社団法人オープン&ビッグデータ活用地方創生推進機構の村上様からよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。V レッド事務局の、村上と申します。V レッドからは2つお知らせします。はい、ありがとうございます。1つ目、10月8日、次の火曜日に、東京大学の安田講堂で、インターナショナルオープンデータサミットというのをやります。参加無料です。アジア12カ国ぐらいのオープンデータ関係者が集まります。坂村先生の基調講演と、川島さん、庄司さんによるパネルディスカッション、スマートシティと SDGs に関するパネルディスカッションなどを行いますので、ぜひ皆さんお越しください。で、2つ目、これは自治体の方限定なんですけども、毎年、研修やってます。去年ここで行った、SIM 熊本2030自治体系シミュレーションですね、あれを中心とした研修を毎年やってて、今年は福島で11月2日の土曜日に行います。また和田さんにも来ていただきます。自治体限定ですが、ぜひお越しください。 V レッドが旅費を負担します。以上です。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。 V レッドの村上さんでした。続きまして、ウェルモの、方からよろしくお願いします。ウェルモです。おはようございます。福地と申します。よろしくお願いします。我々ですね、当たり前の幸せをすべての人にっていうのをビジョンに、少子高齢化に立ち向かうっていう会社です。その主要なテーマの一つに介護があるんですけども、この、介護施設の情報とかって紙で管理されてしまっているんですね。これがすごく大変で、まずはこういうところから何とかしていこうというところで、地方の行政さんとか、ご協力いただいたりですとか、オープンデータ等を利用しながら、地域資源の見える化サイトのミルモネットを作っております。あとはその紙っていうのも依然と求められたりしますので、書籍のミルモブックっていうのも作っていったりしています。
そのミルモネットを皮切りにですね、介護福祉を支えるプラットフォームを作っていけたらいいなと思っております。今日ブースを出しておりますので、我々ウェルモのことを知っていただけたらいいなと思っております。エンジニアも幅広く募集しておりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続きましてワコムの、方からよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ワコムの加計です。ワコムといえばアーティスト向けのタブレットが有名なんですけど、ソフトウェアにも最近力を入れております。でワコムならではのハッカソン、インカソンというのを今、絶賛募集中でございます。2年ぶりの東京開催でございまして、11月の4日、今回は教育に絞って募集しております。11月4日のエドベーションサミットの際にファイナルピッチを行う予定です。で条件はただ一つだけです。 WIL というワコムインクレイヤーラングウェッジという SDK を使うことのみです。イベントの細かいプロセスについてはまたブースで説明いたしますので、ぜひご興味のある方はお越しください。ファイナルピッチには日本だけではなくて世界中の方を募集しておりまして、残りましたら航空チケット等も準備しておりますので、ぜひ参加をお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、続きまして UD トーク2回目の登場、コードフォーネリマー青木さんからです。はい、なんか散々喋りまくってるので今更という感じもありますけれども、はい、UD トーク、こんな感じで字幕が出るものですが、僕としてはですね、やっぱりコミュニケーションの社会課題というか、そういうものが結構このテクノロジーですごく解決できるじゃないかなと思っています。で皆さん AI の活用って言いますけども、これ AI の活用ですからね。なんかしれっとやってますけども、これぶっちゃけ自動翻訳と音声認識って最先端の AI テクノロジーの活用です。これを使ってですね、皆さんの活動の記録をどんどんアーカイブしていってください。それはすごい資産になります。1年間貯めておくとですね、すごくその後の1年間どういう活動をするとか、そういうことが分かってきます。まあ、だからコミュニケーションの課題解決とですね、自分たちの活動を振り返る、後世に残していくというところで、この AI テクノロジーを活用していただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、僕その辺にいますんで捕まえてください。企業ブースにはいません。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きましてミエルネ様から、はい、お願いします。はい、僕30枚ぐらいあってですね、1分で30枚できんのかっていうあれですけども、でこれでさあどうなるかって言って、これ入ってないですよ、まだ入ってないですよ。入ってんのマジでそうか、嘘、多分ね、これでじゃ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 ん、はい、あ、じゃあ行きましょう、はい、というか残り40秒じゃん、はい、見えるんですって言って、あ、結論、まあ、お困りの人いませんかって言って、はい、じゃあありますよってことでさ、もうあともう呼ばない、もう、はい、行く、はい、あ、で出す、昭和通信でね、あのね、3点ね、で、じゃあ違いますって言って、でこうして、はい、って、あ、なんかやってる、わあ、すごいって、もうなんか言ってるありませんか、できない、これ大事、はい、なので、で、辛い、どうしたらわからないって、そしたらこんなんありますよって話なので、あと16秒、はい、で、やってます、歩ける、どこってやってるっていうことで、はい、はい、お、はい、あ、間違えたって、はい、終わり、はい、じゃあ、はい、はい、ちょっと急がせてしまって申し訳ありませんでした。はい、続きまして、はい、はい、ストローリー様、よろしくお願いします。はい、お待ちください、はい、お待ちください、ちょ、はい、皆さんこんにちは。オンライン地図のプラットフォーム、ストローリーでございます。今回で3回目、神戸、新潟と、3回目来させてもらってます。で僕こんな感じで、いろんなところほらほら歩いてますけれども、ちらほら歩いてますけれども、インターナショナルトラックの今回担当もさせていただいております。で会社自体がですね、デザイン地図をどんどん集めていくプラットフォームを提供しておりまして、皆さんがデザインした地図、観光ガイドであったりとか観光看板というのあるかと思いますが、そういった地図を、デジタルで公開して、でその地図を使った人たちのデータから、効果検証もすることが可能です。あと20秒ありますね。はい、こんな、ロゴの会社なんですけれども、あとはブース、8号館で出しております。で今日皆さんには弊社の、SNS アカウントフォローでおやつキャンペーンやっておりますので、よろしかったら皆さんお越しください。どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。続きましてはインフォラウンジ様、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、インフォラウンジの下山と申します。はい、あのインフォラウンジはですね、あ、そのまま送っていただいて、これでいいか、いきますね。はい、あのなんかイルカのマークがちょっと目印ですね。でこれなぜイルカかというと、あの未だに聞けずにいるんですよね。はい、あ、ところで皆さん、あの職場に本棚ってありますよね。あの本や文書って大体ちゃんとこうラベル貼ったりして適切に管理されていると思うんですけれども、じゃあデータの場合どうか、こんな感じになってませんか。積んどく状態だったり、探せなかったり、取り出せなかったり、無理やり比較を合わせて入れようとしちゃったり、そもそも何のデータだったっけとかですね。はいはい、そんな時にですね、データもちゃんとあのきちんと整理された本棚のように管理されなければいけないと。そのためにデータシェルフという製品を作っています。でこのデータシェルフはですね、ウェブ上で、あ、もうですね、はい、じゃあブースでお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、びっくりしました。続きましてグリップス様、はい、いらっしゃいますか。はい、資料なし。はい、資料なしでよろしくお願いします。はじめまして、グリップスの森田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。我々は、我々といってもまだあの立ち上げたばっかりの会社で一人しか社員がいないんですけれども、オープンイノベーションとそれから教育の分野で、貢献したいなと思って立ち上げた会社になっておりまして、グリップスの、G と R ってグラスルーツの略でして、あの市民レベルから、教育とそれからオープンイノベーションを、支援していきたいなというところで、立ち上げた会社になっております。で今回あの協賛企業として、ブースを持たせていただいてまして、今回あのロボットアーム、小型のロボットアームとそれから 3D プリンターを、ブースの方でご紹介してますので、ぜひ遊びに来てください。で、それからワークショップの方でもロボットアームあの触れるようになっております。あのコード4の皆様にご協力いただいておりますので、あのぜひあの立ち寄っていただいてですね、あのご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後に、サイボーズ様からよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。サイボーズ株式会社です。長かった LT 今あと1分になりました、動かないんですけど。はい、昨日こんなセッションをやりましたというところで、内容についてはですね、素晴らしいグラレコが飾ってありますので、そちらの方をじっくりとご覧くださいという、まあ災害対応クラウドを作ったわけですね。で、我々ですね、あの社会貢献活動をいろいろとやっております。でそんな中ですね、今日言いたいのは一つだけ、チーム応援ライセンスっていうのがあってですね、非営利の法人とか NPO さんに対してですね、なんと9900円300ユーザー、これ年間です、月間じゃなくて年間ですっていう破格値で、出していてですね、いろんなところでこうもうすでにですね、1800団体で使われてます。であといろんな都市とですね、提携をしながら、社会課題の解決に向かって進んでおります。で災害対応、昨日やったやつですけど、テンプレート共同開発者でとかですね、そういうご興味のある方いらっしゃいましたら、やっぱり僕ブースにいませんけど、ブースにあのいろんな資料がありますので、バンバン取っていってください。思いの持ち帰りたくないんで、すいません、よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。はい、パートナーの皆様どうもありがとうございます。はい、続きまして、最後のプログラムになります。今日1日のプログラムのご紹介ということで、それぞれのセッションチェアの皆様から、ご紹介をいただければと思います。細かいので見えないので、じゃあ、はい、じゃあ順番にいきましょうか。順番って順番ないんですけど、ぜひ行きたいぞ、宣伝したい、はい、宣伝したい、宣伝したい、あ、じゃあ、はい、じゃあ宣伝したい方、はい、どちらです。20秒。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ソーシャルテクノロジーオフィサーというのを略して STO というふうにしてるんですけども、名前で、NPO の社会課題解決を IT 視点でサポートする、そういった人材を創出していこうというプロジェクトを、コードフォージャパンとして始めました。初めて、コードフォージャパンサミットでセッションを持たせていただきます。今日セッションに来れない方もぜひウェブサイトにアクセスしてください。お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、3回目の登場、はい、またかよって感じですけども、はい、今度はコードフォー練馬の青木でございます。はい、1時15分からですね、多言語カフェというセッションを持っています。言語というよりはですね、コミュニケーション、目隠しをしたりとか耳栓をしたりとか声を禁止したりとかして、コミュニケーションを取ってみようというふうな実験的なプロジェクトです。コードフォー練馬でもですね、多文化共生に取り組んでおりまして、ぜひ皆さん、このプログラムに来ていただいて一緒にコミュニケーションを考えていただければと思います。はい、どうも。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、はい、はい、どうぞ。はい、お邪魔します。今日2時45分からこちらの会場でトークをさせていただきます。その時間は4人官民を兼業して働いている4人がお話しするセッションになってます。ちょっとテックとは離れてしまうんですけれども、いろんな働き方の参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、すいません、時間短いですね。この後ですね、8号館のザ・ステージというところでランチセッションで、データの時代の行政を変える API によるデータ提供、オープンデータの話ですね、させていただきます。このパンを買ってぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは、コードジャパンの太田です。みんなのコードの利根川さんと、コーダー道場の宮島さん招いて、来年からプログラミング教育始まりますけれども、今最前線で何が起こっているのかって話します。2時45分です。よろしくお願いします。海外トラックの、紹介させていただきます。一発目12時から、沖縄で行われました、台湾と香港と、韓国と日本の勢が日本のシビックテッカーが集まって行われたシビックハ、フェイス2オーシャンというハッカソンイベントについて、お話しさせていただきます。その後ガブゼロのメンバー、今回来ているメンバーがガブゼロの活動について紹介します。はい、最後には、東大、博報堂、MIT からいろんな人方が集まって、アーバンサイエンスっていうデータを用いた街づくりについて話すセッションを行います。そちらの方、8号館811の、2時45分からなので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。この後食神でいいんですかね、ここのフロアで、セッションを行います。 Code for PTAICT の力で、PTA をイノベーションするという、そういったテーマで、やりたいと思います。私池内と申しまして、Code for Japan初参加になりまして、右も左も分かりませんので、皆さんご協力お願いします。ということで、エドテック のゴミなしアプリを目指します。はい、2時45分から107番の部屋で、最近 Code for America が立ち上げた Day of Action というイベントについて話し合って、いろいろ会話して、自分の例のイベントを作りましょうという活動も行っています。 Yeah, okay, Day of Action, Code for America, English, 107, thank you. はい、午後1にシビックテックとジェンダーということでジェンダーセッションをやります。82年生まれキム・ジヨンという本を題材に、読書会しながら、シビックテックの行動オブコンダクトの話とかしたいなと思ってます。猫の話はちょっと封印して頑張るので、ぜひ遊びに来てください。みなさんこんにちは、ビリンです。1時から1時40分から30分、カメゼロで台湾の皆さんは、一つのビッティング、oh, we will share a conference that was about Taiwan. I'll share a lot of that fake news about Japan, so welcome to have this conference. Thank you.はい、皆さん、こんにちは、おはようございます。2時45分から、もう4年目になるんですけど、シンゴジラセッションから引き継いで、で今回ついに若返りを図りましてですね、自治体職員だけになりました。平本さんと長谷川さんちょっとご退場いただきまして、今回はですね、そうです、シビックパワーバトルのような形でディスり合いの大喧嘩になると思いますので、お楽しみに。はい、よろしくお願いします。永井さんに追い出された平本でございます。
そのためにですね、永井さんたちのセッションを潰すために裏番組で同じ時間帯に14時45分から16時まで我々自治体マーケットプレイスという自治体の役に立つソフトウェアの紹介をさせていただきます。8号館の 8-116 でやりますので、ぜひいらっしゃってください。はい、同じ時間のさらに裏番組、文章をデータ化して見える化へっていうのを、はい、私代理で発表してます。寺田さんという方がやります。 Python 使って文章を、はい、分析してみたいなって思う人とか、ぜひ遊びに来ていただければ面白いかなと思います。よろしくお願いします。世の中には供養しなければいけないバッドなオープンデータがあります。それを供養するために本日13時15分こちらのステージでバッドオープンデータ供養寺をお送りします。はい、以上です。はい、ありがとうございました。よろしいですか、よろしいですか。お手元の詳しい内容はぜひお手元のアプリでご覧くださいませ。はい、ということで最後にですね、会場についていくつか改めて、ご紹介をさせていただきたいと思います。神田外語大学言語メディア教育研究センターの、石井先生は今日は、はい、よろしいですかね。はい、こちら神田外語大学の言語メディア、教育研究センターというところを活用しています。非常にメディアを、活用した先進的な面白いオフィスになっておりますので、隣の8号館ぜひぜひいろいろ見学をしてみてください。でランチなんですけども、PTX であらかじめお弁当のご注文されている方はですね、受け取りその後ろのカウンターにございます。注文されてない方はこれイオンじゃなくて、今日はパンがありますんで、パンがありますので、ぜひパンを今日はお召し上がりください。はい、パンが近くで行ってます。はい、で飲食エリアなんですけど、はい、パンの場所はですね、こちら8号館の、この辺ですね、この辺にございます。はい、ガラスになってますね。ガラス越しにいい匂いがしてくると思いますので、ぜひちょっとパンの匂いで惹かれていってみてください。で食事ができるところが限られておりまして、ここ食事は全部大丈夫です。で8号館はですね、この教室の中はですね、ちょっとこう汚れてしまうと、よろしくないということで、教室以外の場所で食べていただけますようお願いします。大学内は全面禁煙ですのでご了承ください。はい、そしてこの後ランチセッションはですね、12時からこちらでございます。こちらでランチセッションと、あと8号館で4箇所、ございます。はい、12時から、ご移動いただけますようお願いします。はい、で最後に、17時45分からですね、クロージングがございますので、ぜひここまでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしいですかね。他にお伝えすることはありますか。はい、じゃあすいません、8号館 8-116 ですね、階段があるんですけども、ザ・ステージという階段があるんですけども、その下の教室でランチセッションを受けられる方はオープンスペースというのがあります。教室とガラス張りになってオープンスペースになります。今日そこ開けますので、その教室の中ではなくてちょっと外のエリアのお席を使ってお食事をしてください。よろしくお願いします。はい、はい、現地に案内がございますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで最後です。はい、これでじゃあ今日もあと半日ですけども、皆さんお楽しみください。じゃあ最後にちょっと決まった掛け声をですね、取っていってみたいと思います。私がスパークって言ったら皆さんでジョイってちょっと言ってみていただきたいと思います。はい、いいですか。最終日もスパークジョイ。ありがとうございました。これでオープニングトークは終了です。